ボールを決めました。ワンスト次のボール注目しましょう。2輪のアベル、そして打ったホームランの確実に来るか。バッターは脇や浅村が入ります。気をつけたでしょう。どうしてもピッチャー立ち上がって自殺ストレート、このようなこと考えられてピッチングされてましたか。入りました。低めの球決まりましたが、いかがですか。いや、もう2球前の球はファーストを選んでいます。速いボールを膝元に入れてきました。タイミングが足に仕留めています。初球ストライクを取りました。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。低め膝元への変化球、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。球目は何か。アウトコースからインハイ、まずは簡単に、まずはストライク、際どい空振り、先ほどの打席で球場を放っています。アウトローズに、そして球界に与えた影響は分かりしない。これはどうでしょう。最初はインコースから来ました。よくってストライク、ツーストライク、はい、そうですね。さあ勝負するんでしょう。アウトローズ、まずはオーバーを追い込んだ。3球入っています。さあ次の球、初球は低いボール出ています。次が4球、三振を取っています。初球はどうでしょう。まず変化球、初球見送っていきます。野球を見せてくれるんでしょうか。さあ次はどう攻めるか。低め1回に決まりました。序盤ながらこの展開で変えてきましたね。もう少しバッターを三振に仕留めています。初球空振り、緩いボール投げてくるか。まずはストライク、ワンナッシングです。中へ、さあ追いたら行く。まずは変化球から入ります。はどうか。なんと今度は外、これで2。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。春が入っています。さあ一打先制のチャンス、チャンスを生かしたいですね。さあ2アウトながらなおボール3つになったが、ストライクが入りました。ワンエンドソフトまで持ってきた。決めない1球、変化球決まってワンエンドワン。ちょっとバッティングカウント、どう攻める。これも切れある変化球、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりが外に決まりました。バッターを打ち取っています。最初は変化球持ってきました。最初は変化球できました。まず変化球を見せてきました。ワンスターターは出ました。レミバッターボックスに入ります。初球簡単に入れてくるか。初球インコースから入りました。ツーダスイングです。2球目はどうする。インコース、低めのストライクはカウント、ツーストライク。初球振りません。これはちょっと手が出ます。ストライクです。ツーエンドワンです。初球簡単にストライク、これもストライク、ボールカウント外れています。見送ってストライク。ファンに並ぶ1人のアベル、そして本塁打の数3という球。最初はストライク、ワンティングカウント、どう攻める。この外のボールはスイングアウト、三振ましたが、2割6分3人のアベル、そして打点。まずは初球ストライク、ツーストライクでした。どこに入れてくるか。初球は手を出しません。次のサインは三球で決まった。最初はインコースから来ました。ワンストライク、初球ストライクを取りました。ワンストライクで放った本塁打の数14となっています。マウンドは先発に光ります。次が4球で、あっとスイングアウト。初球振りません。ボールカウントワンスタート、入れてきました。初球振りません。まずは見送りました。空振り、そうですね、どんどん打ちに来るバッターなんで、ボール球を振らせるような配球、ストライクになります。
これはバットです。2球目決まっています。トバッターを打ち取っています。インコースギリギリ決まっています。変化球を振らせました。空振り三振。どちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。ここも空振り。初球甘いコース、ギリギリ決まっています。スライド、甘いコースですが低めの球が内に決まります。初球変化球は空振りです。こういうぐらいの出来上がりですかね。そうです。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、吉川まずは先頭バッターを三振にしとストライクになります。マウンド上吉川決まりません。インコース決めてきた。さあしっかりと守っていきたいところ。最初は変化球できました。これはバットが泳ぎます。ワンアウトランナーありません。初球大きな変化球に置いています。変化球で空振りを大きく変化しました。打席には7番バッター京田。先ほかはまずは先頭バッターを打ち取っています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできても三振に仕留めています。でしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。膝元へ決めてきました。下、これはストライク。ストライクです。あっとすんな。初球変化球は1球目ストライクになります。先ほどの打席で打点を上げています。外に決まりました。スイングして空振りです。その初球は外のボール。ストライク。要求は三振、スリーアウトですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めで変化球、タイミングは変化球で空振り。緩いボール決まり。初球見送っていきます。さあどうでしょう。コーナーへ決めました。三球三振。内角低めのストライク。チームが取っていくのかというところ注目ですよね。ショットありません。インコース決めてきた。ワン初球ストライク。低めの球が内に決まり、最初は変化球ギリギリ決まっています。スライダーがストライクギリギリ決まっています。9目、最初は変化球できました。膝元への変化です。インサイド変化球決まっています。膝元インコースあります。膝元への変化球はありません。0対0で3回を迎えています。ですからやはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど。そうですね。その初球は変化球でした。これは変化球合いません。まず変化球で空振りさせました。さあ次はどこへ行った。これは空振り。ここは追い込んでいます。一球は何か。初球から低めを攻めています。ちょっとどう攻めるか。これはストライク。2ストライク。さあ4投目、スイングアウト。初球コーナーをついてきました。ボールストライクです。2投目見送ります。2ストライクノーボール。さあ2球目、外の球、これは入っていました。意識を覆すつなぐ4番、今シーズンも今度落とした。2打席、初球は手を出しません。ワンス決めてきます。ここは最初の第1球、まずはストライク。ワンストライク。さあ何から持ってくるか。ここは2名いきます。カウントワンはワンらしいに。2球目はどう。内角低く、そのままツーゼントワン。今日の1球目、まずは落としてきました。ワンス球、低めのストライク。さあ今は1球目、最初は見ていきます。ワンストライク。最初のボールはまずはストーンと落としてきました。第2球低めに入りました。ツースはどうするでしょう。空振りの3球。第2球はどうい。ストラ
ライクになります。見ていた。今度も三球三振。これは変化球。試合に出場し続け、チームに活力を与え、球目はどう？決めてきました。中打線の球。変化球でまず空振りです。これは足りません。まあ、ストライク。ワンストライク、ワンボール。今日の1球目。初球を投げてストライク。さあ、何度も空振り。気持ち悪い。初球から入れてきました。きついを奪っています。どこから行くか。まず外から入りました。コースに行くんですよね。はい、どうかっていうのがポイントになりますよね。その低め、きっちり。マウンド上のピッチャーは佐藤。そして内へ低めの変化球ですから、ボール球を振らせてカウントを稼ぎたんですね。ああ、なるほど。失っていました。次の第1球、今度も変化球できました。ご覧いただけたでしょう。3割飛んで4人。初球、これは大きい内に決まり、荒垣。まずは先頭バッターを外に決まりました。そして打点の数94となって、初球インコース、さあどう組み立ててくるか。初球は低いボール、ワンストライク、ノーボール。打ってくるか。まずは簡単にストライクが来ました。カンとなって第2球、見送ってストライク。これで妻が来るか。初球から低めを攻めていきます。ワンストライク目は、この低めはいいコースに来る。最初は変化球できました。ワンストライク、この数42となっています。2球目、今度は外、2つ見送って2ストライクいただけたでしょう。3割飛んで2人のアベル。そして本リーダーの紙のボールは変化球、ボールカウント1エンド1。4球目、空振りは2者連続3アウトになりました。しかし3人目にヒットを許して外へ2ストライク。2球、最初は変化球持ってきました。1ストライクのアベル。そして打点の数79となって、初球見送っていきます。ワンラッシングです。今日の1投目、まずは変化球から入りました。初球は手を出しません。ワンラッシング、これはストライク。ツーストライクです。まず変化球で空振りさせました。ユーキ、何から持ってくるか。まずはストライク、ワンストライクです。作詞さん、さあ2球目、低めの球ストライク、低めワン。さあ次の4球目はスイングアウト。そしてホームランの数5となっています。この回は後ろの1球は何か。初球見送っていきます。2投目、これはストライク。決め球を見せるか。最初の1球は何か。低めから攻めて入りました。2球を見せるか。変化球決まった。まずは簡単にストライクが来ました。1ストライク。最初は変化球からどう出されたのか。あっと空振り三振。4球目、変化球決まった。いいです。外へ2つ続けました。あっと、そんなボールを持ってくるか。3球目決まった。今どうでしょうか。変化球でまずから外角低めの膝元へ持ってきました。今どうか。ストライク、ボールカウント1エンド1。見逃してストライク、2エンド1球目決まった。三振。2球目はどうでしょう。これもストライク、2ストライクです。まずは初球ストライク。ボール球はどう攻める。これはストライク。こうなった。あっと、三振。ボールは初球ストライク。ボールカウント1ストライク。さあ小宮山さん、この場面での登板という変化球でしょうか。決まりました。変化球、空振り。空振りになります。ノブ、最初は変化球からしています。2投目は、これはストライク。初球ストライク、カウントはこれはストライク、2ストライクとなりました。さあ3投目、低めに入りました。これで追い込み。さあ4球目、低めの球で中原、14年目のシーズンとなりました。2アウトになっているバッターボックスに入ります。初球を投げてストライク。初球振りません。これはファウルになります。次は4球目、あっと見逃し。ここは見送ります。広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。インコース決まった。
マウンド上吉野に、そしてキャッチャーは中村出ました。アウトコースで決めました。インコース決まった。いい。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いた太田が入っています。まあイーグルスバッテリーとしてはどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。1球目はどうか、見逃してストライク。まずは初球ストライク。青田ミスはストライクになります。この勝負するのか。連続の3球。まずは初球見送りました。低いところへ決めてきました。追い込んでいます。今度も3球三振。決めてきました。これでオイッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの一番球目は何か。2球目決まっています。変化球空振り。膝元へ決めてきました。いません。ここは1球見ました。フルカウントになっています。ボール先行です。ストライクになります。低め、これは決まった。さあ小宮山さん、もちろんこの人を上げてきました。まあそう、落ちる球、見逃してストライクを三振に仕留めています。最初は変化球できました。一塁に置いています。空振りです。組み立てに注目ですね。いいところ許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで。山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね。打席はライアフライに打ち取られています。ワンアウトランド、打席はサードゴロに倒れています。ツーアウト。キレがあります、ね、バッターボックス中村。先ほどの打席は当たりません。持ってくれた。
球を投げてストライク。さあ小宮山さん、この場面での登板ということで胸元で決めてきた。先ほどの打席はライトフライに倒れている。2球目アウトコースで決めました。ツーストライクです。